さあ、史上最強の50代ミスタープロレス天竜源一郎が大歓声の中入場してまいります。ムトー！ムトー！シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、270パウンド、テンリュー！ケンイチロー！ムトー！赤コーナー、260パウンド、ムトー！ケンイチー！ムトー！ムトー！ レフリー和田恭平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。足攻めに転じます。足を取ります。足を殺してまいります。組みに行きます。ロープに飛ばした。ドロップキック、膝、アキレス腱固めに移行します。行くのか、テイクダウン、浴びせ蹴り強烈、膝を殺してまいります。ロックアップ、逆に返します。起こします。プロとして戦っているとね、どっかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。コーナーに振った。いやー、このあたりスピードがありますね。いやね、跳躍力はものすごいですよ。バネがありますね。足を抱えます。さあ、天才を超えた魔術師、クロスウィザードであります、この武藤圭司。そのアメリカナイズされたレスリングテクニック、生まれ持った天性の才能、持ち前のスター性、まさに全てがメジャー級であります、武藤圭司。ブレンバスターでぶん投げます。引き起こします。レッグロックに捉えます。ロープブレイク、蹴りを見舞ってまいります。ガードします。ラリアット左腕、あと返します。
起こした。膝にピンポイント集中砲火。抱き起こす。打ってる方も辛いはずですよ。はい。引き起こす。バッタクパンチ。腕をフックした。打たせない。タックルぶちかわし。ガジェット組み合った。ネックブリーカーで叩きつける。バット返していった。トップロープを奪う。トップロープから膝を狙っていった。おお、悟空を見上げたか。立たせていく。膝が駆け抜け声を上げている。バット、うまく切り返した。ショルダータックル、なぎ倒し。抱えた。シュミット流で倒していった。抱き起こす。あー、ドラゴンスクリュー。ラウンディングパネプラス。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。腕を取った。バット、腕を取った。いけるか。逆に振り返した。そのまま後ろに投げていった。対面エルボーを持っていった。肩が上がります。腕を取った。あっと、エルボー。足を取った。ドラゴンスクリュー。さらに連発でいった。気合を入れた。立たせていく。組み合った。逆にロープに振った。強烈タックル。ストンピングを叩き込む。あと逆に切り返した。膝へのドロップキック。ここで打っていくのか。シャイニングウィザード戦闘魔術師。ショップ強烈。組み合った。ロープに振った。フランケンシュタイナーが見たいなと思ってました。危ない。カウント 2.9。 足を抱えた。ドラゴンスクリー、膝をねじった。起こした。放っていくのか。ミサイルキックが発射された。シャイニングウィザード、膝が襲った。引き起こす。抱えた。シュミット式で落としていった。